衛装備庁が、ついに、レールガンの洋上射撃試験で成功との発表。今回は、レールガン世界初の洋上射撃試験成功を詳しく深掘りしていきます。アメリカでさえ断念しているレールガン開発、日本が世界をリードする時が来ましたね。日本がアジアのシリコンバレーへと変革している中、新たな発電システム開発も進んでいます。中国も現在ガラパゴス化しています。今まで各国から盗んできた知識が入手困難になり、経済も崩壊です。そういえば、学術会議の中国メンバーは排除しないといけませんね。2023年10月17日に、日本の防衛装備庁は、開発中のレールガンを、実際の海上自衛隊の艦艇に搭載した形での洋上における発射テストを行ったことを公表。レールガンとしては、世界に先駆けた取り組みとなった。今回の試射テストにおいては、その発射時の状況を収めた短い動画も SNS 上で公開されているが、レールガン自体しか映っていない絶妙のアグルで、海上自衛隊のいかなる艦艇へ搭載したのかは伏せられている。公開された動画は、洋上で発射されるレールガンの発射時の銃口部付近のみを左右、斜め右下、上の4つ視点から捉えたもので、艦艇の種別がわかるような映像は一切映り込んでおらず、特定は困難だろう。レールガンは、弾丸を従来の火砲塔のように火薬を使用して撃ち出す仕組みではなく、電気を用いて、電流をレール上に流すことによって電磁気力を発生させ、その力で打ち出す手法を用いた兵器である。従来の火砲と異なり、火薬等の爆発力を利用して弾丸を打ち出すものではないため、今回 SNS 上に公表された動画においても、銃口部が発射の反応で動くような様子もなく、極めて静かに動作しているように見える。レールガンは、これまでに日本以外でもアメリカ、ロシア、中国、トルコなどが開発を推進しているとされてきたが、最も先行していたとおぼしきアメリカは、2021年に開発の中止を公表するなど、取り組みにばらつきは生じている。アメリカがレールガンの開発中止を発表したことで、その実用化を危ぶむ声も聞こえていたが、今回、日本は、なんとか洋上での発射テストを成功させたことで、その実用化が現実味が帯びてきたと言えるのかもしれない。日本では昨年2022年末に海底の上で閣議決定された防衛力整備計画の中に2023年度分の防衛予算に238億円のレールガン開発に向けた費用を計上していた状態で、早くもこの投資の成果を反映させた形となった。日本におけるレールガン開発の道筋は、まず小口径のレールガンで実用化を実現した後、次に中口径のレールガンの開発を推進する二段構えで進められる予定とみられ、今回は第一段階の小口径であったと考えられる。日本ではレールガンを陸上の特定の場所に固定設置するものと、今回の発射テストのように艦艇に搭載するものとの2つの用途で実用化を目指しており、現時点では2027年を目標に開発を進めている段階である。防衛装備庁では、電磁気力を利用して弾丸を発射するレールガンは、従来の火薬を用いた砲と比較して、弾丸の発射速度を極めて高速にすることが可能になると見ており、その特性を活かした活用法に期待を寄せている。具体的には、防衛装備庁では、レールガンにおける弾丸の初速を、秒速2000メートル以上とする目標を掲げており、これは、例えば現在の火砲の代表例である、戦車砲の 120mm 砲弾が、およそ秒速1750mほどであることより、はるかに高速である。すでに、防衛装備庁では、陸上の施設内におけるレールガンの発射テストは、これまでにも行っているが、そこでは、弾丸の初速が、秒速2300m 弱をすでに達成しており、掲げる目標値が現実的であることは証明されている。では、こうした物理的なレールガンの高初速な弾丸を、いかなる用途に用いることが想定されているのかといえば、敵のミサイルを迎撃する手段としての対空、防空兵器としての用途や、敵艦や対地攻撃用途が挙げられている。
個人的にはいかにレールガンの弾丸が高所速とはいえ飛来する敵のミサイルを迎撃するためには弾丸自体は未誘導であると思われるため敵ミサイルの軌道をいかに正確に把握して発射するのかが問われるのではないかと感じる。このあたりの部分は今後ますます高速化が予期される極超音速兵器をいかに捕捉するのか等しレーダー等の周辺機器との素早い連携が必要になると思われ、そう簡単に解決できる問題ではないのではないかとの疑問もよぎる。逆に敵艦攻撃や対地攻撃用途を想定した場合、その弾丸の高所速を生かした昇降系ながら比較的威力の大きな攻撃手段の一つとして利用できる可能性は高いのではないかと思え、そちらの実用化の方が早いようにも感じられる。いずれにせよレールガンでは先行していたと思われるアメリカが、イギリスの BAE システムズ社等と進めていたその開発を諦めた大きな理由は、運用に必要な大電力の供給と射程の短さがネックとされたと記憶している。これらの課題個人的には若干の違和感を感じていた。しかしこれは防衛装備庁が公表しているレールガンの研究火砲を変える電気の力という資料によって、一貫してレールガンが射出する物体を弾丸だと表記していることに倣ったものであると推察することができる。このレールガンの研究火砲を変える電気の力という資料では、レールガンを電気の力を利用して弾丸を発射する将来砲と記述しており、火薬を使用する火砲と比して非常に高速な弾丸初速を実現するものと定義している。よってそこではレールガンの特徴を前述したように、1秒速 2000m 以上の極超音速で弾丸を発射可能に電気使用のため弾丸初速の調整が可能で火薬より安全、3弾丸自体が小型で探知や迎撃が困難だとしている。1の秒速 2000m 以上の極超音速で弾丸を発射可能という点はこれまでにも記述してきた通りだが、2の弾丸初速の調整が可能で火薬より安全という点は電気を用いることで生じる大きな利点であろう。火薬を砲弾の推進力として使用する従来の火砲は、例えば戦車砲の場合、44口径 120mm 滑降砲よ、ルル、55口径 120mm 滑降砲が長射程であるというように、重心長が物理的に長い方が砲弾をより加速させ長射程高威力を実現させる。これがレールガンの場合、電気をエネルギーとして弾丸の発射に用いるため非常に瞬発力が高く、短い砲身であっても極超音速に到達する速度で弾丸を発射可能で、かつ電力の調整でその性能を容易に制御できるとされている。こうした電気を弾丸の発射に用いることの利点は、言うなればガソリン等の内燃機関のエンジンを搭載した車と電気モーターで駆動する車との特性の違いとよく似ており、後者が出だしから高い出力を発揮できることを想起させる。また通電させる電気の量を調整することで弾丸の初速を制御できるということは、状況に応じて電力消費量を抑えられることを意味し、ある意味汎用性の高い運用が実現できる可能性を示唆するものとも言えるだろう。日本の試作段階でのレールガンは口径 40mm、 全長約 6m、 重量約6トンの砲自体から全長約 160mm、 重量約 320g の弾丸を総エネルギー 5MJ で 8.5kV の電圧を用いて発射する仕様となっている。 40mm という口径は現状における海上自衛隊の護衛艦が搭載している火砲が主として 76mm や 155mm であることに比すれば、まさに艦砲というより機関砲に近い小口径であり、
効率的に運動エネルギーを活用するものだと感じられる。この 40mm 口径が小型のレールガンであると考えると、今後の中口径というものがどの程度の大きさを想定しているのかが気になるところではあるが、現時点ではそれについて判断できるような情報はまだ見当たらない。